光キノコバエとは、ハエ目キノコバエか光キノコバエ属に分類される昆虫の総称である。幼虫は青白い光を発するため、土ボタル、グローワームとして知られている。オーストラリア、東海岸、ニュージーランド、オーストラリア、ニュージーランドまた、同じハエ目の中では、日本の八丈島に生息する、ツノキノコバエ属の日本ヒラタキノコバエの幼虫も発光する。粘液を垂らしたラクニコーンピルマノーザの幼虫発光するラクニコーンピルマノーザの幼虫は洞窟や洞穴などの天井に生息している。粘液を20から30ミリメートル、長いものでは30から40センチメートルも垂らす。暗闇でルシフェリンにより青白い光を発し、虫をおびき寄せて粘液で絡め取り捕食する。幼虫の期間は約6ヶ月から12ヶ月である。成虫は口を持っておらず、交尾をし、産卵を終えるまでの数日間で死んでしまう。生息するオーストラリア、ニュージーランドでは洞窟観光資源の一つとして宣伝されている。宮崎駿監督アニメ、天空の城ラピュタに出てくる飛行石の洞窟は、この光キノコバエの幼虫が発光する洞窟をモデルにしていると言われることがあるが、スタジオジブリはオーストラリアをモデルにした作品はないと話している。ありがとうございます。